皆さんこんにちは。寒くなりました。体を温めて、聞いてください。こちらね、絵にも示してあるんですけども、チョコレートですね、キーワード。そして愛、ハート、こちら3点でお話ししていきたいと思います。カカオですね。カカオって恋愛とかバレンタインデーの時とかにこうチョコレートを渡したりして、まあなんか愛を伝える時に利用されたりとか、まあお金の方もあると思うんですけども、まあ古代からね、カカオっていうのはご存知の方もいらっしゃると思うんですが、神の、食べ物というふうにされてきたんですね。で、またそれについてはね、別で話しますけれども、このチョコレート、カカオを使って、日本の茶道みたいな感じでですね、心をね、整えて、そして体の調子も整えていきましょうっていうカカオセレモニーっていうものがね、あるんですけれども、オンラインでもね、カカオとミルク、お砂糖、自分でね、作ってすることができます。またね、機械を作って一緒にやれたらいいなと思っておりますが、ちょっと今日はカカオセレモニー風にして、ちょっとみんなでもうやってる風にしながらお話ししたいと思います。水分取っていただいてですね。で、私最近ですね、ちょっとハートですね、ここに来て、シータヒーリングっていうのを昔からやっているんですけれども、潜在意識に関わる、まあ、ブロック解除と思い込みに対してアクセスしていくものなんですが、心臓っていうのがですね、ハートなわけですよね。病気と障害っていう本がね、シータヒーリングの中に出ているんですけれども、それを勉強してセッションにしていた時にですね、まあ私の祖父もちょっと心臓にね、疾患があったので、そこを癒す必要があったんですけれども、心臓っていうのは愛と直結しています。心臓とか循環器系なんですけど、特に心臓ですね、胸が痛いとか心臓に疾患がある方とか、心臓に何か課題がある方っていうのは年齢とかもあると思うんですが、私祖父がもう80歳以上でですね、まあ心臓はね、歩かないことなどによってちょっとこう弱ってくるっていう論理もあるんですけれども、まあ心臓がね、いろいろドキドキするとかそういうことがあったわけですけれども、母親もちょっとね、それはあってですね、動悸がするとかいうのをよく聞いてたわけですね。で、この2人に共通していたことがね、愛情のテーマなんですよね。なんか昔からこう愛情を受け取れた、受け取れなかった、なんか悲しい思いをしたという話をね、よくするわけですよ、2人が。で、それをすごい考えてて、でシータの日本もね、この「病気と障害」というもの本があるんですけれども、それ読んだ時にバッチリ書かれていたわけですね。で、それちょっと話してみたいと思います。心臓っていうのがですね、疾患、何かこう痛いとかね、締め付けられる感じ、キューッとする感じっていう症状がある場合に、でカカオセレモニーもハートを開いていきましょうっていう、まあ、儀式なわけですけれども、まあ、心を整えるということでね、ハートとつながってお話ししていきたいと思うんですが、悲しみですね。愛を受け取れないとか愛されないとか、そういういろんな愛に関わるテーマで悲しみが溜まって、そして怒り、なんかそういう、そうですね、やるせなさとかね、そこが溜まりすぎると、なんか心臓がね、調子が悪くなるっていうところ、まあもう逆に心臓が少し調子悪い、なんか胸のあたりがキューってなってるなっていう感じで、実際心臓に、症状がある、疾患あります、ちょっとケアしましたっていう方はですね、ぜひケアしていただくようにお願いしたいんですが、私祖父にもこれやったんですよ。そしたらね、心臓のね、症状出なくなったんです。で、母親も動悸がするっていうので、まあなんとかやれたんですけれども、なくなるんですよ、心臓って。結構素直なんですね、心臓って。で、ちょっとそのハートの思い込みについてちょっと話してみたいと思います。これ心臓の疾患ある人あると思うんです、思い込み。私は心臓の、自分の心臓に憤りがあります。心臓がもうどうなってるのっていう感覚ですね。
あと私は親の期待に応えなければならない。私は遺伝的に心臓発作になる特性を持っています。私は愛を受け取り受け入れることができない。そうなんですよ。ここ結構最後ね、コアなんですよね。私もこれは筋肉反射テストっていうのがあって、親指をねサークルにしてちょっと検索していただきたいですね。ちょっと説明すると長くなるので、これをね自分の中でピンとくるか、もしくは筋肉反射テストで指が反応するかどうか、私がこれ思い込みがないかどうかっていうのを各自でチェックしていただきたいんですよね。もう一度言ってますね。私は自分の心臓に憤っています。怒りを感じてるとか悲しいとかね、ネガティブな感情を自分の心臓というものに持っている。私は親の期待に応えなければならない。親の関係でちょっといろいろある。うちのね、祖父、母親と祖父もね、結びつき強かったですけれども、その分こだわりがあったと言いますかね、優秀な子供だったわけですよ、うちの母親はね、その祖父にとったら。それとまた愛と少し違うってところですね。私は遺伝的に心臓発作になる特性を持っています。ここですね。あと私は愛を受け取り受け入れることができない。そうなんです。悲しみが大きすぎるとお腹がすくむと一緒で、もうお腹空いてご飯ないってなってくると、もうご飯食べなくなるらしいんですよね。アフリカのね方の子供たちとかね、お腹減りすぎてちょっと食べちゃうとお腹がすく感覚が苦しいから食べなくなるらしいんですよね。そうそう、あまりにも過ぎるともうまたないっていう苦しみが苦しいから、もうゼロにしちゃえっていうことですよね。そうなんです。心臓っていうのはそういう悲しみとか愛が受け取れない、愛されない、愛を享受できないっていうところをものすごいあれして、悲しみが溜まっちゃうんで、そうすると疾患が出てくるんですよね。ちょっと気にかけていただきたい。それ逆に言うと、ものすごく愛というものにこだわりがあって、愛で生きてる人に起こるんです。愛で生きてる人は心臓をケアしてほしいですね。そう、愛がないじゃなくて、愛がある人だからこそ起こる症状。私のもう家族がそれを本当に親子でね教えていただきました。母親と祖父ですけれども、親子なんですよね。なんか心臓続くなって、愛のこと話すなっていう話をしてて、そうで、これどんな言葉を次ね、シータヒーリングの観点でブロックこれあるなって気づいたらもう外れるんですけど、基本的には何をインプットしていったらいいか、これシータヒーリング面白いのはインプットしていく事項があるんですね。これをシェアしてみたいと思います。これ聞くだけでかなり改善されたら、私も本望ですけれども、ちょっと聞いてみてください。これをインプットしていく。シートヒーリングっていうのは外した後にこの思いを入れてあげるといいよって潜在意識に入れていくっていうのが特徴なんですよね。いきます。私は母の愛がどんな感じか知っています。これ聞いただけで泣けてきますよね。今ハートがもう血流がブワーっていってる感じがするんですけれども、次、私は父の愛がどんな感じか知っています。私は子供の愛がどんな感じか知っています。入れていってくださいね。これ聞いてるだけで入ってますからね。私は他の人たちと付き合う方法を知っています。これちょっとうーってなっちゃう人はブロック解除自分でするか、していただいてですね、持ってるな、できないと思ってるなって思ったら外れるので、後についてね、言葉に出して言ってみてもいいかもしれないですね。聞くだけでも全然違うので。私は自分の生きる権利を、そのために戦うことなく生きる方法を知っています。私は自分の生きる権利のために戦うことなく生きる方法を知っています。私の祖父もね、戦争の時代に生きた教師だったんですよね。もう、もろにこの感じですよね。私は創造主の定義における自分を尊敬することがどんな感じか知っています。私は創造主の定義における自分を尊敬することがどんな感じか知っています。セルフリスペクトですね。そう、自分を尊敬するね。そうですね。祖父もそうですけど、戦争に行かなかったんです。うちの祖父はね、体がねちょっと一つ右足がちょっと小さいというかね、一つワンスあのハンディキャップがあって行かなくて教師になったわけですけれども、
はい。私は創造主の定義における自分を尊敬することはどんな感じか知っています。ぜひ入れてみてください。最後、私は家族や他人を尊敬することがどんな感じか知っています。私は家族や他人を尊敬することがどんな感じか知っています。以上ですね。ぜひ気になる方はシータヒーリングの病気と障害という本がありますので、もう風邪から何から全部書いてあります。自閉症から ADHD、 ちょっと分厚い本なんですけど、中古の、書店、中古販売ですね、古本屋とかで、ブックオフとか、まあ、インターネットでも売ってるんですけれども、私はもう自分が読み込んだ後、3年4年してからもうブックオフでこの本をたくさん見かけることがあったので、ぜひ探してみてください。インターネットでまずは検索していただいて、日本語でありますので要チェックですね。これはかなり役に立ちました。家族にも使えますし、子どもたちとかが症状が出た時には、まあ、もちろんメディカルケアもしながらですね、やっておくと癖がなくなるので、病気されてる方なんかは特にこれやると、もうググッと良くなりますね。自分でできちゃうからいいですね、本当にね。はい。そうですね。で、ここ今ね、インプットしたものに関しては、こうやって言うだけで意識は反応するんですけれども、嫌がるなと、変化する、なんか拒否感、うってなるなっていう方は、多分ね、繰り返して言うこともできないです。ブロックがね、かかってる方ってね、その言葉が分かんなかったりとか、この言葉聞いてるとね、なんか無の状態になったりとかして、ポッカーンってした感じで穴が開いたような感覚になって、なんか言葉、日本語喋ってるのに何言ってるか分からなかったりするんですよ。そう、例えば「私は母の愛がどんな感じか知っています」って、お母さんから十分な愛情を受けずに、なんかすごい虐待とかね、なんかそういうことを、ひどいことをね、されたような、関係がよろしくないっていう方はですね、これ言われるとね、頭が真っ白な感覚になってね、言葉が入ってこないんですよ。で、ましてやリピートして自分の言葉で言うなんて重たくて言えないはずなんですよ。そうで、そんな時はどうするかっていうと、まず手放し、ブロック解除が必要になってきます。私は母の愛がどんな感じかわからないと思っている、知らないと思ってるっていうところを、ブロック解除、記入監視テストでチェックしたりとか、自分の感覚で分かるようであればそれをもう外しちゃう。思っていますって言うだけでも外れたりする時代になってきてるので、そうですね。で、そして私は母の愛がどんな感じか知っていますって言えたら、もうね、入ってると思いますね。私これセッションでやってたので、本当にググッと変わります。問題を解決する側から癒す側へ回っていくっていう、事例もたくさん見ましたので、ちょっと、ぜひね、この愛に関するね、ちょっとことを、なんか許しとかもすごく大事やし、いろいろやるんですけど、なんかもうダイレクトにこのテーマすごく年末に差し掛かって、なんか大事なんじゃないかな。愛されるかわからない、親から愛されてる気がしない、自分を尊敬することわからない、パートナーと愛することわからないとか。で、私今いろんなね、オンラインのそのしつけ屋とか潜在意識のブロック解除とか、まあ、子宮ヒーリングとかもそうですけれども、日々研究してね、そして皆さんにね、フランスからお伝えしてるんですけれども、いろいろありますよね。だけどやっぱ愛って形がないものだし、世界中の人がこう望んでいることでもありながらも、明確ではないもの、そしてなんか手に入りづらいものみたいな感覚があるんじゃないかなって思って、まあそれはなぜかっていうと、他のいろんな感情があるからだと思うんですけれども、だからこそ整えて、日本にもありますね、心を整える作業っていうのはね、禅の心はありますけれども、ここ整えて、ハートをほっとね、開いて、ハイヤーセルフとつながって共にあるっていうことがね、忙しいこの情報社会、いろんなことがあるからこそ、意識的に毎日3分でもいい、5分でもいい、自分で、もしくは誰かと一緒に、意識的にね、自分でできないようなら誰かと一緒に時間をとって、どこかでやっていくっていうことをしていくと、体調も生き方も寿命も下手したら、私の祖父結局94歳まで生きたんですけれども、
本人も驚いてました。私が霊気したりとか、本人はね、80もう4歳5歳ぐらいでこの世を去るだろうなんて、ちょっとスピリチュアルなおじいちゃんだったんですけど、で言ってたんですよ、よく話をしてたんですけど。それがもうなんかその愛の言葉、特に心臓、何回も心臓にね、お胸に水がたまるとかね、そういうことがあったんですよ。心臓周辺とか心臓自体とかにお薬も飲んでましたけど、それで亡くなってないのですよね、言うとし、あの祖父っていうのは。そう、心臓で言わして、なんかこうお父さんお母さんでね、そういう発作みたいな感じで水が溜まっちゃって亡くなっていくっていうふうに思ってたんだけど、そうじゃないです、もう老衰ですね、完全なる。そのだんだん食欲がなくなって、ご飯が食べられなくなって、眠ってる間に、静かに、もう令和に行く前に亡くなったわけですけれども、そうなんですよ。あっという間に時間経ちましたけどね。そう、なんかそういうおじいちゃんだったんです。その教えて、たくさんこうね、癒しながら語り合いながら勉強させていただいてたわけですけれども、そして今私フランスにね、そのおじいさんが亡くなった後に今の夫と出会ってきてるわけなんですよ。でこうやって喋ってるっていうね、ことなんですけど、愛っていうテーマね、私とよくね、お話ししてくださる子宮ヒーリングをされてる方も今愛について語り始めていて、ちょっとタイミング的にびっくりしてて、私のちょっと最近胸もね、夫のお父さんもすごく優しい愛にあふれた方なんですけど、心臓の手術したらしいんですよね。なんか脂肪が溜まってたらしくて、その血管にね、そう、血管バイパス手術っていうのかな、したんですけど、1日で終わったんです。大変だっただろうなって思って、もう今ちょっと毎日連絡してたりとかもあるんですけど、いや愛やな、今来てるなと思って。その後私もなんか胸がね、ちょっとね、なんかそう、背中と胸がな、左側がね、なんかね、こうね、なんか反応してるから、いやこれも愛についてやらないといけないんだって思って、そうそう、今話してます。このね、最後言った、7つのね、この愛のね、定義とか愛に関する満たされたイメージっていうのをぜひやってみてほしいですね。それではね、皆さんね、またね、ちょっとカカオのセレモニーも含めてですけども、ぜひね、ちょっとやっていきたいと思うので、やってみてください。アファメーションね、入れてみてください。概要欄に、入れておくべき、思い込みと、それから、アファメーションをね、記載しておきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは失礼します。ありがとうございました。